はい、どうも、ユッキーです。今回も喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、チョイスのダブルバニラ。こちら、リスナーさんが、うまいと言ってましたんで、ちょっと買ってみました。はい。こちらが、30g 入ってます。値段は、確か700いくらだったかな。ちょっと忘れました。まあ、バニラ、ダブルバニラってことだから、かなり、バニラ感が強いんではないかな、と思います。こんな感じ。で、マックバーレンの、ペーパーが付属しております。マックバーレン。うわぁ、すげえ香りだ。バニラの香りがするぞ。でしょ。まあでもこれは使わないでおきましょう。チェのペーパー、付属ペーパー使います。レーベルの。まあ結構巻き紙でね、味変わったりするんで。うん。結構香りはいいんですけど。ただね、ここで香ってもね、実際吸った時の香りと全然違うんで、あんまりここで香っても意味ねえんだよ。この時点で香ってもね、全然ね、実際にタバコ吸ってみたら全然香りがないっていうパターンがあるんで。はい。それでは、吸っていきましょう。これはバニラの香りすごいな。バニラの香りすごいですね。すごいバニラ香。味は実に軽いですね。むちゃくちゃ軽いです。1ミリもなんか舌にその味みたいなのくっついてこない。吸った時にこう口に溜めてる時に何もこう舌に感じる味がつかないっていう。むちゃくちゃ軽いなこれ。で、これ、排気喫煙しても、1ミリもなんか、イガイガ感もなし。タバコの味というのが、1ミリもないですね、これね。うわぁ。これはあれだな。ある意味感動だ、これ。すごい。排気扇しても1ミリも、喉の方に、こう入れても、ここら辺が、もう、スルーっと入って、スルーっと出ていくっていうね。
これもあれっすね。コルツのバニラみたいな感じで。香りはすげえ強いんだけど、すげえ軽いやつっすね。これはブレンド用じゃないか、これ。これ単品で吸っても全然うまくねえぞ。バニラの香りだけは評価するけど、これはブレンド用だな。これ単品で吸って美味しいかって言われると全然美味しくないですね。美味しくないっていうかそもそも味がしないんで、美味しいかどうかすらわからないっていう。もう味がまずいとか、うまいとかじゃなくて、タバコの味が1ミリもない。これあれだ、ブレンド用だな、これ。吸ってても全然面白くもないっていいや、香りはするんだけどさ。これはダメだな、これ。面白さのかけらもないですね。まあ、これはあれだろうな。香りを楽しむだけのタバコみたいな感じですね。これもコルツのバニラと同じく、ブレンド用で買うっていうだけで、ブレンド用に買いますっていう感じで、これは吸ってでも面白くないんで、まあ、ちょこっとこれブレンドして吸えば、まあ、ねえ、3割ぐらいちょっとこれブレンドして、ハーフスワレのドラムとかに、ねブレンドして、見ればちょっと面白いかもわからないですね。まあ、ただこれ単品で吸ってても何も面白くないですね。これ外れだな。でも軽いのが好きな人だったらいいんじゃないですか。めっちゃ軽いんで。まあ、軽いのが取り柄みたいな感じですね。こういうのを吸うと、やっぱいかにドラムが重いかっていうのが分かってくるね。これは単品ではこれはちょっと消費できねえな。面白くないから。ハーフスワレのタバコにちょっとブレンドして、まあ試しでちょっとブレンドしてね、吸ってみましょうかね。まあ、い、あの、うん。これはさ、バージニアのさ、100%とかの葉っぱにちょっとブレンドしたら、ショートピースみたいな感じで美味しいかもわからないですけどね。1割ぐらい。1割だけこう入れて、で、残りの9割をバージニア100%と、ペペのリッチグリーンとかに使ったら、割と、ショートピースの味になるんじゃないですかね。
これは、二つ星。まあ、買うのは、まあ、ちょっとあれですね。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。